安倍さんの銃撃事件について、山上容疑者が犯行動機に挙げている宗教団体が記者会見を行ったようです。記事とネットの反応を見てみましょう。安倍元首相が銃で撃たれて殺害された事件で、逮捕された山上徹也容疑者41が、犯行動機についての供述で名前を挙げているとされる宗教団体が、今日午後、都内で記者会見を行った。会見を行ったのは、世界平和統一家庭連合、旧統一教会。調べに対して、三条容疑者は、母親が宗教団体の信者で、団体にのめり込み、多額の寄付をして破産したので、絶対成敗しないといけないと思っていた。もともとは、団体の幹部を狙うつもりだったが、接触が難しかった。安倍が団体を広めていたと思い、恨んでいたと供述。県警は、宗教団体の名前を明らかにしていないが、旧統一教会ではないかと指摘されていた。旧統一教会日本教会の会長は、記者会見で、山上容疑者の母親が教会員であり、これまでも月に1回程度の頻度で教会の行事に参加してきたと明らかにした。母親は1990年代後半に旧統一教会と関わりを持ち始めたという。また高額の献金については警察が捜査中と思われるので言及は避けさせていただくと述べ、捜査に協力する方針を明らかにした。一方、安倍元首相との関係については当法人の友好団体が主催する行事に安倍元首相がメッセージを送ったことがあるなどと述べた。その上で当法人の今いるメンバーで容疑者から恨みを示された人はいない。恨みから安倍元首相を殺害に至ることはとても大きな距離があって、その理解に困惑していると強調した。それではネットの反応です。銃撃はどんな理由があれ、当然全く許されないことです。しかし、多額の寄付を集めるような宗教に巻き込まれ、崩壊する過程が存在するということは、公にされる必要があるでしょう。自分が、そのような過程に生まれたという人たちが、実態を明らかにしていくことで、さらに、今後、そのような不幸に陥る人を減らせる可能性があると思います。当事者の方は勇気がいると思いますが、自らに危険が及ばないよう十分注意して、可能な情報を発信してほしいと思います。事件を報じるテレビ番組が家庭連合にビビりまくってて草も生えない。絶対に批判しないし言葉選びまくり。安倍さんとの関係の話なんて全く触れない。よほど怖いんだと思う。世の中がこうなら、犯人が孤独を深めていくのは仕方ないのかも。日本の報道の自由度が低いのって、マスコミが、そういう一部の勢力相手に勝手にビビって配慮して報道を控えてるからでは。安倍じゃなくって、韓国絡みだからだろ。まさか、自ら表に出てきて会見するとは。ネット上で、これ以上色々言われるよりは、という判断なんでしょうか。今になって、テレビや新聞が、統一教会の名前を出すのか？海外やネットじゃ当たり前に名前出てたのに、日本のテレビと新聞は終わってるよ。今になってドヤ顔で名前出して何になる？こんなことやってるから視聴者が減り、読者が減るんじゃないの？こんな会見などしないで、スルーしていればいいのに、相当やましい部分があったのだろうな。昔は、合同結婚式とか、100万円の壺とか、いろいろ騒がれていたような感じがします。そもそも、多額の献金させたことに問題がある。ということで、統一教会といえばコメントでもありますが、その昔、合同結婚式で話題になったことがありますね。今日の朝のテレビ番組では、まだ宗教団体の名前は出していませんでしたが、その宗教団体が献金については収入の1割程度をお願いしている強制ではないと語っていたと報道していたので、その時点で宗教団体が旧統一教会であることは知っていたはずなんですが、なぜ名前を隠していたんでしょうね。ネットでこれだけ名前が報道されているので、もう隠す必要もなく、今後はテレビも旧統一教会の名前を出すかもしれませんが、ちょっと腑に落ちない感じがしちゃいます。この団体自体が韓国のものなので、その辺も関係あるのかもしれません。
安倍さんにはまだまだ日本のために頑張ってもらいたかったのですが、本当に残念で仕方ありません。今後二度と同じようなことが起きないよう万全の体制をとってもらいたいですし、少し見方を変えれば国としてもいつ何が起こるかわからないということですし、憲法9条で国が守れるとか言っている人ももう少し考え方を改めた方がいいような気もします。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。